はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。今回はですね、テストサーバーの方に、キャラクターの調整が入ったということで、早速見ていきたいと思います。まあ、朝もね、動画で取り上げたんですけど、全部で3キャラクターの調整が入るようになりました。で、早速まず1キャラクター目なんですが、こちらピエロですね。もう早速ね、違いがわかると思うんですけれども、なんと、まず1つ目、ピエロの24メートル付近にあるパーツが、光って見えるように修正が入ります。うわー、光って見える！めちゃくちゃ見やすい！うわー、これはいいですね。思ったよりもね、めちゃくちゃはっきりしてますね。いやー、いいね。で、これ見えるだけじゃなくて、パーツを拾う判定っていうのも、広くなりました。だから、ここら辺で拾えるのかな？いや、それはないか。いやー、でもいいねー。素晴らしい。マジで見やすいな。いや、すっごい、うわぁ、すごい。パーツが、めちゃくちゃ見える。めちゃくちゃ見えるぞ。うわぁ、いいですね。これによってね、拾い損なうことがないし、あと結構ね、ピエロは、衣装によって見づらいやつがあるんですけど、これでもはっきりわかりますね。どれが推進機かとか、どれが翼とかのパーツ、改造ドリルだとかで、すぐ、一瞬でわかるようになりますね。いや、いいねー。本当にこれはいいな。初心者の人も嬉しいし、結構上級者の方もね、本当にもっと楽になるんで、すごく、誰にとっても、ね、いいそんな調整ですね。さあ、こんな感じで、パーツが見えやすくなりましたと。で、続いて二つ目の調整です。二つ目の調整なんですが、このロケット、ロケットダッシュのね、パーツを巻く時間というのが、33% 減少いたします。じゃあ、ちょっと早速やってみようかな。これ、ま、3個巻いていきますよ。はい！さあ、これ、この時間が短くなってます。あ、確かにちょっと短くなってるかな。あー、はい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 。あー、確かに短くなってそうですね。まあちょっとね、普段ピエロそんなに使わないんで、そこまではっきり、はね、ちょっと言えないんですけど。まあ、かなり短くなってる印象ありますね。じゃあ次ちょっと推進機だけ巻いてみよう。じゃあいきます。推進機だけ。あー、早い早い早い。あ、早いわ！あー、ちょっと早くなったね。まあ、でもやっぱ 33% なんで、まあ、本当にまあ若干早くなるっていう感じかな。だからもうめちゃくちゃ本当にもう超最強の強化っていうよりかは、非常に使い勝手が若干良くなるっていう感じの、まあ、そんな調整ですね。はい。まあ、これは本当まあ、普通に嬉しいよね。はい。ということで、これが2点目の調整でした。続いて3点目です。3点目ですが、これがね、ちょっと面白くて、このピエロにですね、新しい新効果というのが追加されます。新効果抵抗というのが追加されまして、まあ、このロケットダッシュを使っている間にサバイバーの持ち物によって、このロケットダッシュが止められてしまった場合、普通はね、このロケットダッシュっていうのは、一回ミスると、このように12秒間クールタイムがあるんですね。それなんですが、まあ、このサバイバーの持ち物によって、これ、ロケットダッシュが止められたら、このクールタイムというのが6秒間短くなります。まあ、今まで12秒だったんで、短くなって6秒になるってわけですね。ちょっと早速やっていきます。はい。さあ、こんな感じで、サバイバーに止められた場合、さあ、あれ？ちょっと待ってね。クールタイム変わらないな。あー、これもしかしたら、呪術師じゃダメかもしれないですね。なるほど、なるほど。じゃあちょっと違うキャラでやってみましょう。はい。ではね、ちょっとキャラクターの方を変えてきました。次に昆虫学者でやってきました。まあ、このね、持ち物によってロケットダッシュが止められたっていう、ことなんで、特に発動するということなんで、まあ、呪術師じゃダメなのかな。ちょっとやってみますね。昆虫学者、はい！さあどうだ？いやー、クールタイム変わらないですね。昆虫学者でもダメか。はい、じゃあね、ちょっと3キャラクター目、続いて機械技師でちょっとやってきました。いや、この持ち物っていう、この捉え方が難しいですね。じゃあいきますね、はい。機械技師のロボットはどうだ？はい！いや、クールタイム減ってないぞ！なんだこれ！抵抗というのは何ですかこれは。はい、ということでね、ちょっとあの後も一通りにやってみて、いろいろ検証してみたんですけど、今ね、なんかね、テストサーバーにちょっと異常事態というか、なんか初めて見る、ことが起きておりまして、事前に出ていた、修正内容がね、全然反映されてないんですよね。そう。この後紹介するやつもそうなんですけど、もう全然変わってなくてですね。だから唯一これが変わった点かな？そう。そうなんですよ。このね、ピエロのパーツが見えるっていうのが、まあ、唯一今回テストサーバーに変わった点というか、実装がされてました。いやー、見たかったですね。ということで、まあ、この後一応ね、医師と、
占い師があって、まあ、それも撮影してるんで、その、 あの修正内容の方を話してるんですけど、あの修正はあの来てないので、ちょっとねそこはご了承くださいというか、あのまたまあ実装来るのかな、待ってたら来るのかなというふうに思います。いやだからね、まあ、また実装がされたらあの皆さんにお伝えする形でいこうかなと思いますんで、そちらだけご理解いただいて、まあ、この後の動画も見ていただけたら幸いです。続いて医師です。医師なんですが、非常にね面白い調整が入りました。この医師が通常攻撃よりもダメージが低い攻撃を受けた時に、なんと2秒間移動速度が 65% 加速するといったものですね。いやこれ本当に面白いですよね。なのでちょっとボンボンで、試しています、まあ、ボンボンの爆弾が来ました。さあ加速は入るのか。さあどうだ、加速は入っているように見えないです。なんだこれ、加速、はい、ちょっともう一回やってみよう、もう一回やってみよう。加速してないな。じゃあボンボンだとちょっとダメなのかな。いやーこれはちょっと難しいですね。さっきもね、あのロケットピエロのロケットダッシュのあれも難しかったんだけど、ちゃんと調整は入ってるのかな。ちょっともう一回やってもらいます。爆弾を投げてもらってさ 0.5 ダメージ食らいます。あでも移動速度は変わらないよね。もうちょい速くなりますもんね、普通だったら。うん、ちょっとここがね、まだもしかしたら調整が入っていない可能性があるので、まあ、じゃあとりあえずその調整内容だけ伝えていきますね。で、ですね、これだけじゃなくて、医師が同時に、一つのパーティーに複数人いる時の他人を治療する速度の、増える割合っていうのが、だんだん減っていくと。60%、25%、10%、5% っていう感じで減っていきます。これがね、2点目の強化ですね。あ、これ弱体化か。弱体化です。だから、医師は強化と弱体化が同時に来たって感じかな。ただ、この弱体化はね、同キャラで、同キャラができない電動系の方は、本当に意味がない内容なんで、まあ、そこまで関係はないかなと思います。では、最後、3キャラクター目ですね。こちら、占い師。今まで全然調整の来なかった占い師に、弱体化が入ります。っていうのがですね、まあ、この占い師、袋をつけた際に、まあ、今まで15秒間袋がついていたんですが、その時間というのが8秒間に短縮されます。じゃあちょっとそれやってみますね。いただきます。どれくらいになっているでしょうか。はい、さあどうだ、さあどんな感じになっているか。さあ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 、ここら辺で切れるかな。さあ切れないですね、切れないですね。今まで通りですね。あれー、全然今まで通りだな。なるほど、わかりました。いや今回のね、このテストサーバー、おかしいです。うん。ちょっと事前の情報と、ちょっと内容が全然違ってますね。今のところ、確認ができたのが、ピエロの、この、アイテムが見えるやつ。それだけ確認できたんですけど、なんということでしょう。実際にテストサーバーに潜ってみた結果、何も変わっていないと。医師と、このピエロのね、新しい効果。そして、占い師のクールタイム。それも変わらずですね。今一応占い師の他のやつも言いますと、この占い師が同じパーティーに複数人いる時も、この袋の時間というのがどんどん短くなっていきます。15秒、10秒、5秒だったのが8秒、6秒、4秒になりますね。はい。まあ、なんでね、まあ、ちょっと実際にこれテストサーバー潜ってみたんですけど、まあ、ちょっと変わらなかったということで。いやー、だからちょっと内容的にはね、ちょっと皆さんにお見せできなかったのが、ちょっとね、悔やまれるんですけれども、まあ、ピエロのやつだけは見せれたんでね。はい。ちょっと、こんな感じで、来るかなということで。まあ、またね、新たに、テストサーバーに来たら、その際は情報の方を、伝えていきたいと思います。はい、ということで、以上がね、テストサーバーの、まあ、修正の内容の紹介になります。まあ、朝もね、ちょっと同じような内容の動画を上げてたんで、本当にその実際の、この変化がね、見せられなくて、本当申し訳ございません。いや、なんでだろうね。今まではね、こんなことなかったんですよ、一度も。テストサーバーに来るって来たものは、ちゃんとね、その日に来てたんですけど、なんだろう、今回はちょっと、調子が悪かったりしたのかな。でもね、ロケットダッシュの見えるやつは来てたから、いやー、なんなんだろうね。なんか、ピエロのやつだけだったら僕のやり方がおかしいだけかもしれないんですけど、医師と占い師も全然変わってなかったからさ。だからまあ、テストサーバーが変わってないってことですよね。そう、だからまあ、この実際、今さっきも言ったんですけど、まあ、またね、修正がテストサーバーの方に来たら、お伝えする感じにね、しようかなと思います。本当にね、申し訳ないです。
んでだろうね。結構楽しみにしてたんですけどね、特にまああのピエロのこのねスタン時間というかクールタイム短くなるやつもそうだし、あと石がねめちゃくちゃ楽しみだった。本当に楽しみだった。このさ 0.5 ダメージで速くなるってやつやばくない？いやーめっちゃ見たかったな。本当にちょっと見たかった。まあまあでも実際にねこれはあの運営さんからあの発表されてますんで、これがあの今後あの来ることは間違いないですね。はい、だからこれからまあ若干修正が来るとしても、まあ、このキャラクターたちの強化とか、強化とか弱体化は入ってくるんじゃないかなというふうに思います。うん、そうですね。これな見たかったし見せたかったなんでだろうね。まあそこはね考えてもしょうがないところなんでね。はい、ここはオフェンスを殴っていくと素晴らしい。でもピエロね、本当、あのピエロのこのパーツが変わるのだけで見せるだけはね見せられたんで本当に良かった。しかもこれもねすごいいいですね、いい修正。マジで見やすかった。本当にありがたい。これに関しては本当にありがたいね。いやピエロ使う方これで増えるかもしれないですね。うん、どうなんだろう、ピエロ使いの方からしたら今回の修正は結構大きいのかな。結構大きそうな気はしますよね。まあ、ただ、まあ、そこまでその性能というかこのキャラクターの能力自体が、まあ、そこまで変わったっていう感じではないですからね。なんか使いやすくなったっていうところと、まあ、時間が短縮されたっていうところで、まあ、性能自体はそこまで変わらないというところで、まあ、やっぱりその相変わらずキャラクターあのプレイヤースキルが必要なキャラクターになっているのは、まあ、間違いなさそうです。難しいからな。オフェンスを倒したいんですけど逃げられてしまう。いやー逃げられた。おー辛いね。オフェンス、オフェンスに限らず本当にねスタンキャラが多いからな。さあ相変わらず追っていきましょう。さあ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 、オフェンスが中の方に逃げた。もう大変ですよ、もう大変すぎるいやーよし、まあ、でもまだ推進機があるからなんとかなんとかなるでしょう。さあ倒したいね。さあここのパーツもね、あの修正学者は全部見えるようになっておりますんで。さあここも乗り越えて、さあそろそろいいだろう。はい、さあオフェンスを倒しに行きましょう。オフェンス倒せ倒せ。いやカーボーイかい。くー、いい連携だ。めちゃくちゃ稼がれてる。結構初動は良かったんだけどね。いやなかなか難しいですね。今この修正が来た、聞きましたけれども、まあ、相変わらずビル3兄弟は、ちょっと強すぎるんで、まあ、今後ね、またそういった環境キャラクターの弱体化とか、あと他にも使われてないキャラの強化とかは、来そうな感じしますね。うん、まあ、次来るんだったら誰かな？やっぱりビル3兄弟と、あとやっぱ祭司。いや、祭司は今回、祭司はもうずっと逃れてるからね、この調整から。だからまあ、来ないか。どうだろうね。まあ、ビルは来そうな感じしますね。さあさあさあ。あと、血の女王とかも来るかな、ワンチャンね。今なんかほんと血の女王の番環境というか、本当にね、血の女王めちゃくちゃ強いんで、まあ、血の女王も全然来る可能性はあるのかなって思いますね。はい、ということでね、ちょっと今回の動画本当にお見せできなくて申し訳ございませんでした。さっきも言ったんですけど、またね、情報が出したいというか、まあ、実際に修正が来たら、また皆さんにお伝えしようかなというふうに思います。ということで本日の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。